ました神和合ジャパンの一楽さん、いつもお世話になってます。こんにちは、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、私同じ関西でいろいろねイベントをご一緒させていただくんですけれども、一楽さんちょっと取材させていただきたいと思うんですけど、はい、今回はブースどのようになってますか？今回うちの会社の神和合ジャパンで、はい、RWD してますよね、はい、もちろんそれを、これまあ僕の愛車でもう11年ぐらい乗ってるんですけど、それに新車で機能できたんですけど、はい、もう一台白にあるあのマルチにカラーして乗ってきました。いやー、暑いっすね。このリアフェンダーの感じがいいでしょ。あの、キラクさん。そうなんですよ。どんなイメージかわからない。後ろからちょっと見てみたいなと思います。後ろが、ね、魅力的なんですね。セクシーですね。なんか富士でイベントされるんですか？そうなんです。実はね、はい、今度ね、アメリカでフューフェスっていうので、ワイスピーワイルドスピードで有名なポール・ウォーカーさん、はい、まあ、亡くなっちゃったんですけど、はい、その弟のコーディ・ウォーカーと、はい、映画で出てくるタイリース2人が立ち上げた車のイベントなんですよ。アメリカでも年間8回ぐらいのイベントに使われて、前回のイベントではビン・ディーゼルも来て、イベントして、まあ、車好きが集まって音楽ありの、まあ、ドリフターあったりいろんなことあってみんな1日楽しもうっていう。富士スピードウェイも丸々1日貸し切ってるということですね。8月11日、なんと僕の誕生日なんですけど、誕生日祝いに富士を借りて、なるほど、一楽さんの誕生日会は井上でしますよ、皆さん。だからなんか、まあ、もちろん彼らも来るんですけど、まあ、いろんな富士全部なんで、いろんなとこでいろんなイベントがされてるような感じがして、もちろんワイルドスピードのレプリカの車をたくさん呼んでるんで、そういうのもなんか映画チックになればいいかな。あと全域のサーキットも借りるんで、まあ、GT カーも貸してもらえれば、お客さんも楽しいかな。貸してください。はい。今、はい、今、はい、言いました。自分の車じゃないんですか。ただ、まあ、車、はい、貸してみれば。ね、なんか、爆破とかするんですか？大丈夫です。映画の中に爆破。爆破。でもほら、映画好きも来ていただいたり、はい、車好きもあるのにワイルドスピード好きとかいろんな方が来れて、ちょっと違う感じで今までと、はい、一日にできたらなと。これは別に自分の車を、オフ会みたいな感じで持っていくのもありやし、もちろん、はい、ただ見に来るだけでも見に来るのも、はい、別にミニバンで行っても来られない。 OK、 来られない。はい、よかったですね。なんかね、3年前に、はい、彼コーディウォーカー大阪に来てくれて、はい、でイベントやったんですよ。でその時は200台ぐらい来たんですけど、もうなんかこう彼が好きとかポール・ウォーカーが好きっていう女の子がワイルドスピードファンの軽自動車で来て参加してくれたんで、だからいろいろありで、はい、うん、まあ、こんな感じなんで、じゃあみんな、いいですね、さっき8月11日、はい、富士スピードウェイ、お越しください。はい、そして行きましょう。アクさんが走ります。アクさんが走ります。ありがとうございました。よろしくお願いします。